皆さんこんにちは、 J リーグ女子マネージャーの佐藤美希です。今回はサッカー中継に欠かせない実況アナウンサーの方にお話を伺いに行ってきます。どんな話を聞けるのか楽しみです。ということで J リーグ中継でおなじみの実況アナウンサー野村昭弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、はい、野村さんはこれまで何試合くらい実況をしてきたんですか？大体、まあ、J リーグはもちろんなんですけど、はい、海外のサッカーの中継も含めると年間最低でも150試合はしてると思うんですよ。最低でもですか？最低150から200の間で大体推移をしていて、はい、で僕は10年間こうフリーになってサッカーを中心に喋っているのでかける10をすると、まあ、1500から2000試合の間なんじゃないかなというふうに、細かく数えてないですけど、はい、このぐらいになります。野村さんがその試合を実況しているときに気をつけてることとかってあるんですか？まあ、J リーグももちろんスタジアムで観戦僕しますし、はい、まあ、海外そのプレミアリーグを現地に留学してたときにスタジアムで観戦していたその空気感というかを大事にしてます、はい、実際に見ている人と同じ感覚だ、それ以上でもない。つまらない試合はやっぱりつまらない、変に面白いっていう風にしたらいけないと思うんで、観客として見ている感覚で喋るようにしてます、はい、そういう風に思ってやってるんですね。実際にその試合を実況していて、はい、何か必需品じゃないですけど持っていくものとかってあるんですか？まあ、七つ道具じゃないですがいろいろありまして、まず、まあ、アナウンサーなんで喉の、はい、ケアを、はい、風邪ひいちゃいけないですし、その予防プラス、はい、ほらお手洗いに行けないんですよ。なるべく水分を取りたくないな時にこういうので潤したりとか、はい、それと取材ノートと言いましょうか。取材ノート、はい、実際に選手に取材したものですか？そうですね、はい、取材してコメントを、まあ、いろいろ書かれてますね。汚すぎて多分読めなかったりすると思うんですけど、まあ、試合を見た時の感想だったりとか、まあ、僕も全チーム全試合見ることはできないけれども、はい、なるべくこう多くの試合を見てやりたいなと思って、ね、それを書き留めている。あと1枚だけもう最終手段というか、これだけあればなんとか実況できるよっていうのがこれなんですけど、これは何ですか？予想フォーメーションを自分で家で書いて、その選手のまあデータ、例えば今シーズン何試合で何得点とか最後の得点いつだとか、はい、まあ、実は今日が100試合目の出場ですとか、カンニングペーパーっていう風にこれいろんな実況の方によって違うんですよ、はい、スタイルが。僕の特徴として鉛筆で書いてるんです。それはどうしても力が入ってしまうので、僕はこれ分かります？H なんで結構硬くて硬いんです、はい、こういくら興奮して書いても大丈夫なように、で僕はもうこれもずっと H の鉛筆を使い続けている。それはこだわりなんですね。そうですね、はい、ではここでクイズタイムということで突然ですが、はい、クイズいいですか、はい、僕がクイズ出しちゃおうかなと思いまして。あ、ぜひお願いします、はい、簡単なもので。じゃあ私の、まあ、実況あるある的なハプニングというか、はい、はい、なんですけど、実際の中継中に解説の方が急に席を立っていなくなりました、はい、どうしていなくなってしまったんでしょうか？お手洗い。あ、さっきね、私なんかそういうやっぱお手洗いの話っていうのは結構こう実況では、はい、もう行きたくてしょうがない、我慢してるって話は聞くと思うんで、お手洗い、お手洗い、あ、正解って言いたいところだけど、では正解いきます。あ、はい、はい、お願いします。歯が抜けました。え、いきなりですか？だ、そうなんですよ。喋ってて歯が抜けてしまって、はい、いなくなられました。そういうのが実際にあったんですね。なかなか僕も一度しか経験はないですけど、中継していていろんな経験もあるということで、今回は野村さんに楽しいお話と実況のお仕事もたくさん、はい、来ましたが、次回はなんと、はい、私が実況に挑戦するということで、ぜひ頑張りたいと思います。緊張しますけど。緊張しますよね。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。明治安田生命 J1 リーグファーストステージ第6節の対戦カードはこちら。NDA ソフトスタジアム山形ではモンテディオ山形と松本山が FC が対戦。昇格クラブ同士がプライドをかけて激突します。
前節今シーズン初勝利を挙げた名古屋グランパスは清水エスパルスとのホームゲーム、連勝して勢いに乗れるでしょうか。ということで佐藤美希の大好き J リーグ、次回もお楽しみに。